広電アジナ駅は、広島県八日市市アジナ3丁目にある、広島電鉄宮島線の駅である。駅番号は M、M38。広電アジナ駅は1978年に、田尻駅の名で新規に開業した駅である。当駅の開業後、宮島線と並行する西日本旅客鉄道山陽本線では1989年に、 アジナ駅が開業している。2000年には当駅が広電西広島駅よりに70メートル移設され、そのアジナ駅と近隣のショッピングセンターを結ぶ歩道橋に接続。こうしてアジナ駅と結ばれ利便性が向上した当駅は翌年に広電アジナ駅へ改称した。同じ日にはそれまで味ジ駅を称していた宮島線の隣駅がアヒン東駅へと 解消されている。続いて2007年には、駅が改修され、下りホームとその裏手にあったバス停が一体化した。電車とバスの乗り場を一体化させることで、交通機関同士を同一平面で円滑に乗り換えられるようにする。この改修は、前面に、同じ宮島線の初開地市役所前駅で実施されていたもので、これにより、 当駅は新たに交通結節点として機能するようになった。ホーム。奥に見える下りホームは壁が一部取り払われている広電アジナ駅はホームが地面に接して置かれている地上駅である。ホームは2面あり、2本の線路を挟み込むように向かい合わせに配置される。線路の東側に広電宮、島口駅方面へ向かう下りホーム、西側に 広電西広島駅方面へ向かう上りホームがあって、両ホームは踏切と歩道橋によって結ばれている。駅の広電宮島口方には旧ホームの跡がある。2007年に改修された下りホームは、同一平面にバス停があり、電車の乗り場の反対側に路線バスが乗り付けることで両者の対面乗り換えが可能となっている。かつては、 下りホームとバス停の間が壁によって隔たれていて、バスを待つには壁と道路の間の狭い空間しかなかったが、回収に際して壁の一部が取り払われ、ホームと一体化された。普段は無人駅であるが、宮島に行く観光客などの利用が多いため、正月三が日ゴールデンウィーク、宮島花火大会開催時などには係員が配置され、運転し、 車掌とともに、修札業務を行う。市統計書によると2018年度の1日平均乗降人員は3203人であった。広電味ンアジ駅の乗降人員は、以下の表のように推移している。休日には、富士グランナタリーの駐車場に車を止めて、宮島に行く、観光客が多いため、下りホームも混雑する。 当駅が開業する前は、宮島線の線路すぐそばまで海岸線が迫っていたが、駅が開業した頃には、海面の埋め立てが進行しており、当駅付近では海を望めなくなっている。その埋め立て地には1974年、遊園地、広島ナタリーが開園している。当駅や、JR 日野駅の開業もあり周辺は活況を、停止したが、 広島ナタリーは1996年に閉園。跡地には高層マンションやショッピングセンター、富士グランナタリーが立地する。東駅と富士グランナタリー、アジナ駅との間は歩道橋で連絡しているが、アジナ駅まではやや距離がある。駅南の立橋を渡った西側には、アジナ大ニュータウンとして広大な住宅街が広がる。 アジナ台の住宅販売が開始されたのは、当駅開業と同じ1978年のことで、ある。下りホームに併設されたバス停。ありがとうございます。